ザコトランペットで曲名当て。なるほど。サンプルレジャーサワッティです。お、どうもアルカディアです。ベイランテヘドレドーダスです。ココブスナドーブスタクです。これ、100均でね、なんか売ってたんですよ。僕が曲奏でるんで、はい、早押しでね、分かったら答えてください。オッケーです。了解です。ザコトランペット曲当てやっていきましょう。はい、うわしょぜー。まるでなんだろう。じゃあ行きますね。はい、はい、お願いします。でも僕もこれ初見なんで、ちょっとわかんないです。もう初見ってなんだ。お願いします。全然だな、これやばい、これいや、分かった方、威風堂々。違います。はい、カゴメカゴメじゃないですか。じゃあもう思い思いに吹くね、リズムで感じ取ってください。よいよい、いきます、いきます。何もわからん。質問ってありですか？全然いいですよ。何系の曲なんですか、この。何系ジャンルとしてさ、そのジャンル、J-POP。 それがないとマジわかんない。 J-POP、 J-POP。 キンキキッズのガラスの少年。あー、違いますね。でも2人組っていうのは合ってる。マジで？うん、最後の方うまくいったかなって感じするけど。2人組は合ってる。ゆずの栄光の駆け足。正解！よっしゃー、やばっ。え、絶対マグレッシュ。答えを知っといて、もう一回聴いてもらいます。うまくなってない？ちょっと分かることは分かる。じゃあ2問目、はい、いきますね。感じですね。うま、結構うまくいったけどな。ちなみにヒントもらっていいですか？ヒント、はい、女性です。女性、超名曲。何も残ってないんだよな、もう。日本人です。日本人。あ、ミスラヒバリの川の流れのように。正解。おっしゃー。わかるやん、意外と。わかるわかるわかる。じゃあ答えを知ってて、なるほど、聞いておきますか。ほんとに苦しいな、これ。3問目いきますか。ここですね。メメシクで。正解。よっしゃ。徐々に上手くなってきてるね。そうですね。4問目。お、レッドイットゴー。あ、正解。俺が言おうと思ったわ。おお、くそ。すげえ。ちょっとこの画面見てて、ガッティの動きを見てるとちょっと感情出てるから。あー、分かる分かる。そういうことか。うと、ほう。大丈夫？大丈夫ですよ。あれのままのですもんね。じゃあ5問目いきます。負けないで。正解。おー、いやー、いいやいいやいいや。ザードのね、次最後ですか。次最後ってよね。はい、スコア的には3ポイント3ポイントで、ダスト君が何だ2か、うん、ムスト君0と。確か0です。まあこのまま行っても、ね、面白くないですもんね。まあ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 、いや、俺それぐらいでもいいけどね。でもね、俺が勝ったとしても 3-3 で並ぶだけですからね。最終問題、取った人が勝ち。イエーイ。ポイントとか関係ない。じゃあ最終問題いきますよ。お願いします。全神経集中するわ。
はい、やべえ。ちょっとこれかなって思うのはですか、ちょっと題名が思いつかないんですけど、はい、よーこの糸はあなたってじゃないですか。正解。うおー、すげー。